はい、皆さんこんにちは、こんばんは。久しぶりね、このカプセルトイね、ガシャポンをやってみました。で、何をやったかというとね、これなんですけど、まあ、変態王子と笑わない猫ということでね、まあ、ラインナップはこんな感じになってます。はい、でこれ何がね、私出たかというとね、これ名前っていうかキャラクターがね、よく知らないんですよ。これ何かな、なんとか月子ちゃん、なんとか月子ちゃんね、っていうのが当たりました。この子です。この子が当たりましたということでね、この子どんな子かというと、こんな感じです、ね、じゃあ早速ね、この子アップで紹介したいと思います。一応ね、ラインナップ見せときましょうね。まあ、当たったのこの子ですね、なんとか月子ちゃんね。あとまあこんな感じでね、これはまあ笑わない猫と。私この変態王子と笑わない猫っていうね、このシリーズ知らないんですけど、まあね、知らないけどやってみたということで当たったのがこの子ですね。じゃあこの子ね、どんな子か紹介したいと思います。はい、こんな子です。はい、なんかね、こう手をね前に添えて萌え萌えキュンみたいなね、そんな感じの、こんな子です ね。ちょっと内股加減でね。じゃあこれね、ちょっとこうターンしましょうか。ターンね、横から見るとね、ちょっとね、前かがみでお尻ね、こう突き出してね、こんな感じですね。なんかこう可愛いね、背がね、ちっちゃいんでしょうかね、この子ね。で、まあ皆さんね、ちょっと気になるんだけど、ちょっとこう倒すね、こうちょっと倒すーっとね、こうね、見えちゃうわけですね。おーっとこう見えちゃうわけですね。はい、こんな感じね、なんとか月子ちゃんね、まあ、この子が当たっちゃいました。当たっちゃいましたっていうのもおかしいね。この子が当たりました。はい、ということでね、この子は、何ですかね、頭痛隠れ月子ちゃんでいいのかな。これ間違ってたらごめんなさい。このキャラクター知ってる人がいたらちょっとね、こうコメントねしてくれるとありがたいです。ということで、なんかこう萌え萌えキュンキュンなね感じの、カプセルトイね、フロイラインシリーズ、変態を笑わない王子が渡したため、変態王子と笑わない猫から、おそらくこれは、頭痛隠れ月子ちゃんね、紹介しました。興味ある方、私このキャラクター知りませんけど、やってみてください。それじゃあまた。